エルナニ・ジョルジュ・サントス・フォルテスは、ポルトガルとカーボベルでのサッカー選手。ポジションは FW。アトレチコ・クルーベでポルトガルで、選手となった。ルーキーイヤーの2010から11シーズンは21試合出場したが、スターティングメンバーは1試合のみであった。翌2011から12シーズンも9月4日の、試合から出場したものの73分からの途中、出場であった。 2013年1月に3年半契約で、ビトリア・ギマランイスに移籍、移籍当初は B チームに割り当てられた。しかし4月28日には、プリメーラリーガでデビューした。また8月16日に、プリメーラリーガで初得点した。2015年1月の移籍史上最終日に、FC ポルトに移籍。2月13日のフルスとの試合で、 リカルド・クアレスマに代わって投入されて、移籍後初出場。2015年8月31日に、ギリシャスーパーリーグのオリンピアコス FC に1シーズンの期限付き移籍で加入。翌年4月3日のパンセライコス FC 戦では2得点を上げて4から0の勝利に貢献した。合計で26試合8得点の結果を残した。2016年夏には、 ビトリア・ギマラン・イス・に1シーズンの期限付き遺跡で再加入。合計12得点を挙げ、CF ・ベレネンセス戦で挙げた得点は、リーグの最優秀ゴールに選ばれた。2019年7月2日、デワント・ユリーと3年契約を締結した。ありがとうございます。